11月の壁面を菊花亭風に飾ってみました。必要なものを事前に作って用意しておき、それを台紙に貼っていきます。まず台紙に青インクで菊の花の模様をつけます。菊の型紙は画用紙の菊の花を作った時のものを再利用しています。まずいぐさを一番下に置いてみて、スプレーする範囲を決めます。そこに菊の型紙を置いていきます。下の方にたくさん、上の方ほどまばらになるように置きました。型紙が置けたら、いぐさを取って全体的に少し下にずらします。青インクを水で薄めたものをスプレーボトルに入れ、液だれした時紙の上に落ちないようにキッチンペーパーを下に当ててスプレーしていきます。スプレーを近づけすぎるときれいな霧状になりません。紙から30センチ以上離して外から中へと吹きつけていきましょう。スプレーし終わったら完全に乾かします。乾いたら紙を持ち上げて型紙を真ん中に集めてのけます。この型紙は繰り返し使うことができます。白く抜けた花の部分にも少し色をつけたいので、もう一度軽くスプレーします。ここまでできたら養生シートを外します。小さく丸めて捨てましょう。いぐさを裏返しに置いて台紙と同じ長さに切ります。ボンドがはみ出てもいいように台紙に少し重ねます。木工用ボンドを両端にまずつけて、間5センチぐらい開けながらつけていきます。たっぷりと盛り上がるぐらいつけてください。この部分は少し傷んでいたのでちょっとつけました。最後に一番下の端につけます。この部分はボンドがついています。台紙にくっつくといけないので紙を当てておきます。これを台紙の下の線にぴったり合うように貼ります。長いと一人で一気に裏返すのは難しいです。二人以上でボンドがつかないように一気に裏返して、下の線に合わせたらしっかりと押さえます。ボンドが乾く時間を利用してお花紙の花で剣貝作りの菊を作りましょう。花はピンク系、赤系、黄色系など同系色でまとめます。細長い逆三角形のような形にすると剣貝作りの菊になります。位置が決まったら水のりかボンドで貼っていきましょう。貼り忘れがないかどうか一度持ち上げて確かめます。次は葉っぱを貼っていきます。葉っぱは花の周りと花の間にバランスを見ながら貼っていってください。根元にだけ糊をつけて、先を少し浮かせて貼ると立体感が出ます。
リグサのボンドが乾いたら、茎のついた菊の花をバランスを考えて置いていきます。茎が少し短かったので紙の棒を継ぎ足しました。イグサと台紙の間に菊の花を差し込んでいきます。最初に間を空けてボンドをつけたところがポケット状になっているので花が固定されます。少し残った葉っぱをイグサのところにもつけてみました。これを壁面に貼ります。貼るときも2人以上で貼りましょう。文字が入ると全体が引き締まります。11月にあった言葉を入れてみてください。